ジャンヌ・マリエ・ブービデ・ラモッテ・グヨン・デュイヨン・プ人は、フランスの神秘家であり、キエティスムの代表的な首相者の一人である。この主義は、ローマ・カトリック教会によって、異端とみなされて、その結果、彼女は1695年から1703年まで、投獄された。彼女は、モンタルジで生まれたが、一家はその土地の名士であった。もし彼女の自伝が信頼を得なかったならば、 彼女の若い頃は無視されたままであっただろう。彼女は若い時代のほとんどを様々な修道院付属学校の寄宿舎で過ごした。ここで彼女は神経症の若者と共通点のあるあらゆる宗教体験をした。これらの体験はベテューヌ公爵夫人によって明確に神秘的な意味付けが行われた。公爵夫人は不祥事を起こした修道会の総長にコラ風家の娘であり、 父の出脚後モンタルジで数年を過ごした人物である。1664年、彼女はギュイオンという年齢の22歳離れた、不憂な男と事実婚をした。12年後、夫は妻と3人の幼い子供と少なからぬ財産を残して死亡した。不幸せな結婚生活の間ずっと、彼女の神秘的なものに対する興味は乱暴なまげに増していき、 間もなく弱い性格と不安定な知性を持ったバーナビットの修道士、某、ラコンブ神父と親しくなった。1681年、彼女は家族と別れ、ラコンブのところに行った。5年間、二人は一緒にサボヤやフランスの南西部をさまよいながら神秘的な思想を広めていった。彼らの行動はついに当局から異端の容疑をかけられることとなり、 1686年、ラコンブはパリに呼び戻され、当局の監視下に置かれた。そして最終的には1687年の秋、バスティーユに送られた。まもなく彼はルルド城へと移送され、そこで農南化症が進行して1715年に死亡した。一方、ギュイー・ヨンプジンは1688年の1月に逮捕されていた。そして、異端の容疑で、 修道院に遊兵されていた。翌年、彼女は古くからの友人であるベテューヌ公爵夫人によってそこから救い出された。ベテューヌ公爵夫人は流刑地から戻ってマントヌン公爵夫人が議長を務める宗教売信委員会の実力者になっていた。間もなく、ギュイオン夫人自身もこの敬験な集団に加わった。そのメンバーは火の打ちどころのないものであった。 すなわち、彼らは宗教に強い興味を抱き、ギュイオン夫人に対する最もひどい批判でさえ、彼女の考え方の魅力、堂々とした姿勢、神秘思想を説明する力強さを証言するものだとした。マントノン夫人は、委託ギュイオン夫人に感心し、彼女をたびたび三シルの女子校に招いて抗議をさせた。だが、彼女の心をはるかに最も大きく占めたものは、 フランソワ・フェヌロンであった。彼はその時、若い道徳指導者として知られるようになってきており、貴族階級の女性たちを大いに支持していた。一般的なカトリックの信仰の形式主義に満足せず、彼はすでに独自の神秘主義理論を考え出しつつあった。そして、1689年から1693年までの間、二人は定期的に文通を続けた。 しかし、ラコンブ神父に関するスキャンダルが広まり始めるや、否や、彼は、彼女との一切の連絡を絶った。一方、スキャンダルは資料深いマントノン夫人の耳にも届いた。1693年5月、彼女はギュイオン夫人に三拾にも行ないようにと要請した。ギュイオン夫人は、自分の主張の正当性を明らかにしたいという気持ちから、彼女の本が、 形式のみならず、内容にも大いに目に余るものであると断じた募集に抗議した。この判決に対して、ギリオン夫人はおとなしく従い、独断的な主張は申しないと約束をした。そして、失意のうちに故郷に帰った。翌年、彼女は再び審理を要請した。そして、最終的には半分は囚人のように、半分は介護者のような状態でもうの町にある。 ジャック・ベニーにボシュエの教会に送られた。ここで彼女は1695年の前半を過ごした。しかし、夏になって彼女は彼の正式な許可を得ずに、そこを逃げ出した。ボシュエは、この逃亡を不服従の下品な態度とみなした。そしてその年の冬、ギュイオン夫人は逮捕され、バスティーユに投獄された。彼女は1703年まで、そこで過ごした後、解放された。 ただし、ブロワ近郊の息子の土地に行って、そこで暮らすこと、そして厳格な司教の監視下に置かれるという条件付きであった。彼女は余生をその地で過ごし、事前行為や信仰の課題に取り組んだ。ブロワに身を引いてから、後の何年間かの間に、この地は彼女の支持者たちにとって正式な巡礼の場所となった。フランス人だけではなく、 外国人もかなりしばしば訪れた。実際、彼女はその名声を自国の外にまで最も高めた多くの女性予言者の一人である。フランスの思想界のあらゆる学派の批評家たちは、概して彼女をヒステリックな変わり者だとみなしてきているが、その一方でイギリスやドイツでは彼女はしばしば熱狂的な賞賛を得てきてもいるのだ。ショーペンハウアーは彼女について 次のように書いている。偉大で美しい魂をよく知るということ、その記憶はいつも私を異形の念で満たしてくれる。そして、自らの理性の働きの盲信を手加減しつつも、彼女の気質の優秀さを正当に評価するということは、ごく一般的な考え方をする人々、言い換えれば、マジョリティの人々が彼女の本、自助伝を常に悪評の中に置くであろうのと同様に、 彼らより良い性質を持った全ての人々を満足させてゆくに違いないと、ありがとうございます。